こんにちは、しげしげです。極限の闘技場を新しい究極進化のオシリスでやっていきたいと思います。はい、リーダースキルの確認しながらいきましょう。貴族性の HP と回復力が 1.5 倍、6コンボ以上で攻撃力が上昇最大 6.5 倍ということで、HP と回復倍率が 2.25 倍、リーダーフレンドでね 2.25 倍かかっておりまして、このパーティーだと 65,274、 かなりね高い HP になっております。で、はい、6コンボから倍率かかっていきます。6コンボで 12.25、 7コンボで今25って書いてあったかな。はい、で8コンボで最大倍率ですね、 6.5×6.5 が出るようになっております。はい、ちょっとね操作時間減らされるときついです。ただ回復倍率もあるので毒もどんどん消しちゃって問題ありません。はい、8コンボで 42.25 倍、これが一応最大倍率ですね。でさすがにねこの倍率だけだとカーリーとか抜けないので、ビシュヌの方にエンハンスをアシストしております。で言うの忘れてたんですけど、詳しい、アシストなどの情報は概要欄の方に載せておきますので、そちらをご確認ください。はい、ここはね問題なく属性的にも抜けるかと思います。回復力もすごいですね、今7万とか出てましたね。はい、でやっぱり特徴的なのが、あの新しい覚醒スキル、まあもう新しくないか、まあ新しめの覚醒スキルの、コンボ強化ですね。7コンボ以上で攻撃力がアップする、これ2倍なんですけど、まあ7コンボした時の倍率がねめちゃくちゃ高くなって、倍率攻撃力が高くなってるので、かなりね、さっきからいい火力が出てるかと思います。倍率だけで言ったら 42.25 ってそんなに高くないんですけど、まあねさっきからかなりいい火力出てますね。で同じ系統のね、この子はなんだっけ、ちょっと今ド忘れしてます。馬長か、はい、馬長がねコンボ強化を持ってるので、7コンボした時にねパーティー全体の攻撃力がかなり高くなっております。はい、300万とか出てますね。でまあバインドには弱いので、はい、転生セレスなりオーディンなりを入れるのが必須になってくるんじゃないかなと思います。今回はね転生セレスにオーディンをアシストしております。であとは封印耐性、リーダーフレンドで持ってないので、まあやっぱりビシュヌ、2つ持ちのビシュヌを入れるのがいいんじゃないかなと思います。でまあ闘技場1なら全然問題ないんですけど、同じ系統でいうと風神もコンボ強化を持ってますので、まあ、ダメージ吸収と一緒に、ダメージ吸収対策として、封刃入れてあげるのもいいんじゃないかなと思います。かなりねこの7コンボ出した時の攻撃力がバカにならなくて、はい、非常に強いかと思います。でやっぱりねこのオシリスの覚醒スキルの数的にもちょっと物足りない感はあるんですけど、リーダーとしてめちゃくちゃ強くなったんじゃないかなと思います。はい、これでもね200万、まあ約300万ぐらい出てますね。コンボパが好きな方ならめちゃくちゃ使いやすいかと思います。はい、こういったところも副属性を持ってるので、はい、まあ4つ消し入れといてあげれば光の4つでいけるかな。
はい、いいですね。馬長結構いいですね。2ウェイ2個持ちの、7コンボ強化持ちなのですごくいい火力が出ております。はい、ただコンボができなかった時ですね、そこまで火力が伸びないので、まあ 10% ぐらい残しちゃったとかで発狂ダメージ食らったりするのがちょっと怖いですね。なので組めるときは組む、組まないときは組まないみたいな感じで結構メリハリが必要になってきますね。中途半端な火力が一番厄介ですね。はい、7コンボ。はい、いい火力ですね。で、ここはちょっと火力が欲しいので変換していきます。あ、そうだ、変換についても触れておきたいのが、楓みたいなヘイスト持ちの変換ですね。中に入れておくと、リーダーフレンドで、リーダーフレンドのオシリスが4ターンなので、かなりね、頻繁に使うことができます。それだけでもね、2ウェイ分は間違いなく確保できるので、かなり使いやすいスキルを持っております。リーダーでもね、サブでも、これはかなりいいスキルだと思います。ここもね、倒し損ねると、リーダーチェンジされてしまうので、はい、 OK ですね。で、この次か。はい、パールが出ましたね。ここちょっとまだ練習できてないので長引いちゃったら申し訳ないです。とりあえず6コンボで様子を見ていきます。ああ、いい感じですね。キー1コンボの6コンボ、はい、まあ、この辺の攻撃は適当にやり過ごしていきます。やっぱりタイガーラッシュが攻め時ですかね。はい、ここでまた組んでいきましょう。あ、やば、7コンボになってる。ちょっと多いかな。ちょっと多いですね。リーダーフレンドでやっぱり、コンボ許可を持ってるモンスターが2倍になっちゃうので、ちょっとオーバーしてましたね。他のモンスターは大丈夫だったんですけど、やっぱりそうですね。6コンボで止めておきましょう。はい、ちょっとグダっちゃって申し訳ないです。ただやっぱりね、高 HP 高回復力なので、ここでの耐久も全く問題なくできてますね。あー、落ち込んのったな。まあ分割したのが悪いんですけどね。はい、まあ負けないので
まったりやっていきましょう。ちょっとこの下りが嫌な方は3分ぐらい飛ばしてみてください。3分で済むかな。はい、ここでタイガーラッシュなので踏んでいきます。あ、キーにコンボ入れてる。あ、落ち込んのった。はい、やっぱり威嚇枠も必要ですね。無難に。まあそしたら楓あたりにつけるのかなと思います。はい、待ちなしの6コンボ、これで削っていきます。はい、これでも6コンボか。あ、良さげですね。攻めるパターン2種類ありますね。はい、ちょっとここでも分割していきましょう。4、5。あー、多いな。はい、本当に申し訳ないです。ただこの時にはい、こんな感じの分割で6コンボなら、はい、ジャスティスですね。今のがジャスティスです。ジャスティスコンボです。はい、倒していきましょう。割合は食らいたくないですね。7コンボ、もう1個。あー、まあまあまあ、うん、やっぱりちょっと足んないか。そしたら回復をしなきゃいけないので、まあオーディン打っていきましょう。相手が闇なのでかなり回復できますね。はい、これで問題なく撃破したかと思います。はい、バトル17コンボですね。コンボパなので余裕です。あの2個の毒を消すには端っこに立てておけば、オナリスじゃない、オシリスの変換で消すことができますね。はい、変換して消していきましょう。この子もちょっと最低でも2ターンで倒したいですね。はい、一応最大倍率出せたんですけど、やっぱ硬いですね。まあ、この次確実に倒していきましょう。はい、回復もしっかりしながらここは突破していきます。OK ですね。はい、まあ、ここはね、しっかりコンボできれば問題ないんじゃないかなと思います。しっかりコンボできれば1個欲しいな。いやー、これ倒せない。あ、やばい、これが一番怖いですね。
あ、セーフですね。はい、そしたらもうスキル使っていきましょう。はい、確率に倒していきます。まあこうかな。7コンボなんですけど、キーいっぱい入ったんでね、 OK ですね。入ってボスバトルです。馬長にアシストしている石田三成のスキルでエンハンスをかけてコンボしていきましょう。はい、 OK ですね。はい、ということでちょっと後半ぐだっちゃった部分も多いんですけど、オシリスパーティーの強さある程度見せれたんじゃないかなと思います。持ってる方はね、ぜひこっちの方に究極進化させてリーダーとして使ってみるのもいいんじゃないかなと思います。最後組みたいな、ここはい組めませんでした。まあ相手木なんでね、木じゃない水なんでね抜けたのではないかなと思います。はい、ということでご視聴ありがとうございました。